はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学 2B の点の座標とベクトルの成分についてお送りします。で、前回と前々回2つで空間ベクトルと、まあ、成分がね入ったやつをやってったんですけど、まあ、ここから座標の問題を1つだけ動画を撮って、で次回から内積やっていきます。で、ここは1本だけなんでね、まあ、丸1とかついてないんですけど、今回は問題がここがセットで2問で、下は単独でね、1問、計3問となっておりますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、前回とかも話をね、いっぱいしてきましたけど、基本的に平面ベクトルでやってきたね、知識をそのまま使えると、空間ベクトルでも。で、今回も、ABC って、まあ、3点、座標が載ってて、で、その次のベクトルを成分で表した後に、その大きさを求めに行くと。で、1番が AB ベクトルなんだけど、これの成分を表したい。で、これも、平面ベクトルでやったように、後ろ引く前でやればできます。それだけ。後ろ引く前ね、必ず。だから、これをじゃあ暗算でいっちゃおうかね。B、後ろね。B から A を引くので、0から1引いて、マイナス1。3から2引いて、1。で、2からマイナス1引くから、3となって、これが成分です。でも、後ろから前引くだけだよっていう。で、大きさに関しては、前回やったように、AB ベクトルの大きさは、それぞれ、2乗して足してルート、だから2乗すると1、一応書こうか、幅あるしね、1プラス2乗して1プラス2乗して9でルートをつければいいと。でルート11か、でルート11はね何も出てこないのでこれで OK。 こっちもか、まあこんな感じで、まあ、一つね、成分のやつが Z 成分が増えてますけど、やることは同じと。で、同様に BC ベクトルもやっていくと、C 引く B だね。だから、5引く0なんで、5。で、マイナス1引く3なんで、マイナス4。で、4引く2だから、2と。まず、これが、成分だね。で、大きさの方をやっていくと、よいしょ。BC ベクトルの大きさ。またね、一応書きますか。2乗するから、25プラス16プラス4でルートをつけると。で、これいくつだ？ルート45か。だね。なので、ルート45。で、これが3が出てくるから、3ルート5。よいしょ。ね、これで OK となります。合ってるかな？ちょっと自分で風邪をひいててですね、ちょっと頭があまり回ってない感じがするんで、ちょっとチェックしちゃいますけど、合ってるかな、大丈夫そうだね。よし、じゃあもう一問いきましょう。で、次が平行四辺形の問題なんですけど、まあ、平行四辺形なんで4点、頂点があるでしょ。で、A、B、C はもう座標が書いてある全部。で、D だけ書いてなくて、これを頂点とする平行四辺形 ABCD があると。ちょっとこれ線引きますね。あとで10になります。これがあると。ずれたかな？大丈夫か。で、この時に、まあ、書いてなかった頂点 D の座標を求めようという問題。で、今そこ線引きましたけど、そうね。で、なんで線引いたかっていうと、これがあるんで、この問題簡単なんです。割りかし。で、これがないパターンもあるんですよ。基本的にね、定期テストとかだったら、こっちのちゃんと平行四辺形、平行四辺形か。ABCD とかって書いてくれるんですけど、で、なんでこれがあるとラフかっていうと、ちょっとね、図形書いてみます。平行四辺形の。で、書くとね、今回板書足りるかな？適当にいいですよ、これ。適当に平行四辺形書いてもらって、順番に ABCD って振るじゃないですか。こうやって。で、こうすると何がわかるかっていうと、平行四辺形なんで、当然 AB と DC は平行です、ここ。で、AD と BC、あ、違う、AB と DC、あってね。で、AD と BC、ここも平行になってると。ってことは、ベクトルで考えたときに、どっちでもいいんだけどさ、AB ベクトル、こっちでいこうか。AB ベクトル。と、
DC ベクトル、平行四辺形、平行で長さも同じだからさ、この2つのベクトルって一致するんだよね。同じ平行で同じ向きで同じ長さだからね。でもちろんさっき言ったように AD ベクトル、上のね、と BC ベクトルでやっても OK です。つまり使うのは AB ベクトルイコール DC ベクトルを解くだけで OK なので、ひとまずそれ解きます。1回でまず D 求めたいんで、まあ XYZ とかって置きましょうか。で置くでしょ。でさっき言ったように AB ベクトル、こっちね、イコール DC ベクトルで、これね、もちろんいや図なんか書かなくても解けるよっていう人は全然構わないんですけど、結構解いた方がいいです。なんとなくねこれ覚えやすいんで、やり方覚えてくれたりする子多いんですけど、暗記をちょっとうろ覚えでやるとですね、 AB ベクトルイコール CD ベクトルで言ったりします。それダメだよね。 AB と CD 逆だから、これこうとこうなってしまう。だからちゃんと図を書いて、あ、 AB ベクトルと DC ベクトルだなっていうで確認するといいです。そんなね手間も取らないところなので。で AB ベクトルはさっきの出し方だね。 B から A を引けばいいから、1引いてマイナス5引いてマイナス2か、これが AB ベクトルイコール DC ベクトルは C から D を引くので、4引く X でマイナス1マイナス Y、そして5マイナス Z と、ね、これが DC ベクトルで、今これとこれが一致するからちょっと下かけなかったね無理があった。なのでそれぞれ X 成分 Y 成分 Z 成分全部一致するからね、イコールだから。だから1、ここね、1イコール4マイナス X、 これが成り立つと。でマイナス5とこれも成り立つから、マイナス5イコールマイナス1マイナス Y か、これも一致する。で Z 成分のマイナス2イコール5マイナス Z も一致するよねって。であとこれ解くだけね。で普通にも移行していくと解けるからさ、解いていくと一番上からちょいですか、 X が持ってきて持ってくるから3か、で Y が持ってきて持ってくるから4で、 Z が、持ってきても7かで、こうなるので最後答え D は3の4の7と、これで終了となります。まあ解き方はこんな感じで、気をつけるのはこのまま向きとか間違わないでもらえれば大丈夫だと。で最初に話を戻すと、なんでこれがあるかと、簡単かっていうとね、これがないと、例えば ABCD って書いてあるから、いやこれしかないじゃんみたいな感じするんだけど、平行四辺形 ABCD って書いてない場合、別にこれ ABDC でもいいわけなんだよ。平行四辺形の成り方ってパターンがあるから。で全部で3パターンかな、 ABCD と ABDC と、あともう一回なんだ、 AC だから ACBD かな、おそらく AB、 ちょっといこうか、どう書いたらわかる？まあ、順番的に ABDC の時と ACBD か、 ACBD これわかるかな、まあ、こんな順番、今までちょっと問題じゃないんで適当に書いてしまってるけど多分合ってる。他のやつは ADBC とか作っても重複するんで、多分この3通りかな、 ABD ってね、 ADBCADBC 合ってると思う、きっと。そうだ、その場合答え多分3つ出てくるだよね、確か。そうってなってしまう。そうするとそれをまた解かなきゃいけないから、そのパターン全部ね、ちょっと面倒くさくなってしまうんですけど、まあ、今までいろんな高校の先生がね作った問題を見てくると、やっぱりこう一つで決まってるパターンがほとんどです、出される場合は。まあ絶対ではないんでね、保証はできないんですけど、ひとまずまあこう書いてあるから ABCD に決定すると、決定するから AB ベクトルイコール DC ベクトルで解ける。今解かなかったけど AD ベクトルイコール BC ベクトルでももちろん同じ答えになります、ちゃんと。どっちでも構わないんだけどね。まあこんな感じでぜひね解いてみてください。それじゃあ今回は高校数学数 B の
点の座標とベクトルの成分についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から最初にもね、話したように内積です。空間ベクトルのね、内積やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。